ウラジミロビチは、ポロツクイジャスラフ朝の創始者である。キエフ大公ウラジーミル一世と、ログネダとの愛の子、ポロック公、989年から1001年。原初年代期に従うならば、980年もしくは981年に、キエフで生まれたことになる。しかし、両親の結婚の時期を考慮するならば、おそらく978年の冬から、 翌年の春のうちに誕生したと考えられる。これは、イジャスラフがログネダの子の中で最も年長である、ことからも妥当である。987年、ログネダが、ウラジーミル一世の暗殺に失敗した後、ログネダと共に、イジャスラブリに移り住んだ。988年に、他の兄弟と共に洗礼を受け、989年には、ポロツク広告を受領した。 ブリャチスラフとフセスラフという二人の子を設け、1001年に死去した。イジャスラフ総伝の印象として、中央の歯に小さな十字架をあしらった三射撃の紋章が知られている。原初年代記におけるイジャスラフの記述はわずかであるが、イジャスラフの死の100年後、年代記作者は、キエフ大公国のウラジーミル一世の子孫と、ポロツク公国のイジャスラフの子孫との間の反目の、 原因の説明を望まれるようになった。そこで、ログネダが、ウラジーミルの暗殺に失敗した際に、イジャスラフが母の方につき、母を救ったという伝説が引用された。また、16世紀のニコン年代記では、イジャスラフは温厚で、慈愛に満ち、教養のある人物であったと記されている。1954年、ノブゴロドで、 東欧の古い文字体系による文字が刻まれた印象が発見された。印象は鉛を彫ったもので、表側に当たる面には、流陸町の散策劇の遺体系の図柄があった。散策劇を囲む、ゼータ a c o ゼータ o の文字は、おそらく、ゼータ a c ラムダオゾであると推測された。裏面は図柄はなく、またすり減っていたため5文字が識別できなかったが、最初の文字は、 デルタであることから、おそらく、デルタパイラムダという文字であると推測された。印象の寸法は幅3 8ト、mm、ル、縦24から3 0ト、mm、ル、厚みは1 1トル、彫られた部分は8ト、mm、ルである。妻の名前は不明である。二人の子が生まれた。ぜい。二。国本哲夫。ロシア原初年代記134ページ。国本哲夫。 ロシア原初年代記144ページリバース16ありがとうございます。